どうも、バルです。ファウンダーズフォーチューン、続きをやっていきたいと思います。1、2、3、4、5話目だね。5話目やっていきたいと思います。前回、マリアさんがね、なんだ、入っていたところで終わったんだけれども、海賊船長、アンドレア、よ兄弟。俺たちはちょっと厄介なことがあって今大変なんだよ。それが落ち着くまでの間、お前に預かってほしいものがあるんだ。ちゃんと礼はするからよ。なんだそれ、受け入れる。172のコインを保管しましたぜ。どういうことだ。落ち着くまで当分あるものを預かってほしい。172のコイン。はい。わかった。172のコインを預かっておきましょうじゃないの、じゃあ。まあ、大丈夫なのかどうかはわからんけれどもね。そしてですね、マリア、そのマリアさんの心情、ブリジットと関係を相棒にする、はい。防具掛けを自分の所有物にしてほしいということなので、防具掛けを作るかな。はい。こうして、木がないな。木が全くないっすね。そして食料もちょっと、いいね。バロさんだね。バロさんの願いが叶いました。木こりレベルを2にする。仕立て作業台をコロリーに配置する。ということで、圧倒的に木材が足らん。ブリジットと話してもらってもいいけどね。戦闘経験ありなんだよね。マリアはすでに多くの戦いを経験しているため、簡単に怖がることはありません。戦いにおいても痛みや仲間の死による心情の変化もありません。よそ者好き。マリアはあらゆる種類の様々な人々と、知り合うのが大好きです。よそ者をすぐ信用してしまいます。他の集団と戦うのはあまり好きではありません。おい、戦闘好きなのによそ者好きってあんまり良くないな、これ。矛盾してるよ。矛盾している。まあいいけど。で、研究がもう少しで終わるね。いいね。で、ジュリアン、採取しに行ったね。園芸、四角い木の鉢、これ後だな。建築、ガラス付き、上質な木、中世の、絨毯、石の道、なるほど。施工、強き空の像、像、灯籠、なるほど。レンガの壁。あ、なるほどね。装飾品。っていうことは、水やり。園芸を研究して水やり。施工で石の斧。鶴。なんだっけ。石の鶴橋。これが研究可能になるからね。まあ、ちょっと様子見るか。何だと思われて。よしよし。木106とかあるじゃん。よし。素晴らしい。いいわ。では、壁を。これで部屋がいっぱいになったね。出れないよーって言ってる。出れないよーって。バルさん、これだ。これ。で、とはこれを。こうですね。よし。OK。まあ、バルさんもう出れますよ。大丈夫だよ。よし。これで出れるでしょ？OK だ。よし。では、あと窓作ってあげたいな。せめて窓を作ってあげたい。はい。はい。よし。まあ、角部屋の特権だな。ほい。ほい。壁に立てるでしょ。はい。よし。よしよしよし。いいね。木がいっぱいあるといろんなものが進むぞ。で、あとは作業で、これです。下って、布が40枚いる。了解です。布をじゃあ40枚作りましょう。はい。こうして、これを、はい。OKOKOK。よしよしよし。で、農業で、トマトの畝を、はいはいはい。よし、これでじゃがいもも取れておる。素晴らしい。食料プラス100いいなぁ。ちょっと待って。これさ、ちなみにさ、
シュタイナーは鶴橋に変えよう。はい。ブリジットもさ、鶴橋に変えたいな。装備している道具を解除。装備をつける。ブリジットは所有していません。あ、変えてるわ。よし。で、マリアから変えて、で、ブリジットも、この、違う、あれ。これを、鶴橋に変える。オッケー。よしよし。これでいこう。で、マリアは、防具の壁掛けを自分の所有物にする。待って、これ。こうだな。で、ブリジットは、棚。または、衣装タンスを自分の家に配置する。棚？衣装タンス？自分の部屋？ブリジット。棚、または衣装タンスを自分の家に配置する。棚、衣装タンス。貯蔵。棚。タンス。ブリジットは腕を骨折しました。なんだと。どこだ。ブリジット先生。スキルを持っていません。なんだと。じゃあ、ジュリアンに、遮で腕を治療してもらおう。はい。よし。なんてこった。話してる場合ちゃうで。話してる場合ちゃうで。はい。腕を骨折した。なんてこった。サワサワしておるよ。サワサワ。秋の最終日です。これから冬、お、ブスって刺したぞ。なんてこった。とんでもねえもん、刺したな。え？遮をするんじゃなかったのか。失敗しましただと、そんなことある。次まで1分かかります。なんてこった。さて、ブスッと刺したぞ。また失敗かい。これ、ちょっとどうなのよ。作業不可能。あと40分。これ自分でできたらいいんだけどね。スキルを持っていない。まあしょうがないな。応援する。何？なんだ？はい。預かってるよ？大丈夫なのか？はい。お、めっちゃ応援してる。じゃ、ここに来て応援しよう。あれ、バラさん。バラさん、めっちゃ蹴ってるけど。これ誰を応援してんだろうかな、これ。誰を応援してんだろうな、これ。それが逆に一番気になるけど。あ、いけるじゃん。よし。飯食った？願いが叶えられた。とりあえず、防具の壁掛けを自分にしてくれ。ほい。よしよしよし。農民レベル。1にして、石レベル。いいねいいね。よしよしよし。あ、で、できた？できた？できたのどうなの？あ、OK だ。あと1分ちょいで、治ります。素晴らしい。素晴らしい。でもさ、食料があと98とかしかないんだけど、大丈夫なのかしら、これ。冬を乗り切れるのかしら。あともう1分。もうちょっとですね。はい。火を楽しんだ。火を楽しみましょう、じゃあ。後ろ向き。ブリジットの火の楽しみ方は、後ろ向き。素晴らしい。後ろ向きで楽しむ。それがこのコロニーの掟だね。で、皆さんの後のし、木がないな、やっぱり木がない。で、ジュリアンも木がない。マリアは、ジュリアンとお話がしたいっつってる。
あ、今は冬です。冬になりました。雪化粧だな。変わったね、だいぶね。変わってきましたね。素晴らしい。うん、はい、バルは聞こえるレベルになりました。ありがとうございます。じゃあマリアとお話ししましょうって言ってね。よし、ではとりあえず作業でこれですね。下で、あ、なんか雪がすごい降ってる。雪がこうでどうよ。よし、すごい雪降ってるよ。これみんな寒くないのかしら。あ、はい、今日は変わりありません。至って普通です。悪い夢を見た。うん、よっ、はい、元気です。よっ、どういうわけか今日はとても調子がいいです。素晴らしい。作業台、仕立て作業台、農業見習い。あー、いいじゃん。布30でできるんだ。採掘見習い、農業、パッド入り防具、戦士、いいね。石、木こりとさ、まあこうだね。ってことは90の布がいるっていうことですね。今布何個あるんだ。32、32、8、40作ったから残りあと50。はい、58作りましょう。はい、よし。戦闘経験あり、健康よし。じゃあ物覚えを覚えましょう。物覚えがいい。バラさん覚えます。来た、どうなのバラさん。どうやって見るんだっけ。はい、あった。バロは物覚えがよく早ばかりです。そのため、ああ、園芸の研究が可能になりました。了解です。じゃあ次の研究しましょう。次は水やりだね。うん、これやっていこうよ。うん、うん、基礎医学。あ、この辺ももう、ああ、かぼちゃ、麦、石の剣等々。ああ、なるほどね。あれがいるわ。スクロールが必要ですね。うん、あ、いいじゃないの。で、そのバロさんはどこに。仕立てられない、スキルを持っていません。仕立てスキルを持っていない。じゃ逆に、マリア、仕立てスキルっていうのは職人で、これだ。これのスキルがいるわけだね。職人スキルがいるわけだ。あ、いいね。石も取ってるよ。素晴らしい。石最高で50。了解です。うん。あ、いいね、いいね。あ、こうやって、こう、斧を使って。おお、目が今どっか行ってたな。うん、ブリジットさん。斧じゃない、ツルハシを使ってこうやって掘ってくれてるぞ、さ。まあ、それだけ、採取が早いってことでしょう。いいじゃん。この、ちょっと穏やかな時間を過ごしてるこの感じ、いいじゃないですか。まあこの間にみんなね、こうできることをやってもらいましょうよ。はい、またお前か。4のクリスタル、お前ら覚えておけよ。いつか根絶やしに駆逐してやるからな、お前ら。いい日駆逐してやるからな、お前ら。うん、一生懸命貯めてきた我々の、なんて言うんだろう、資材を取りやがって。はい、願い事叶えられました。よっ、はいはい。で、あとこれをこうですよ。うん、はい、これでまた願い事が叶っていくんじゃないのかな。あともうちょっとだな。書籍を研究する、書籍を研究する、了解です。ちょっとやってみよう。うん、マリアを関係を相棒にする。みんな話したがってんだね。うん、会話がしたいっつってる。みんな寝た。あ、みんな寝たね。ブリジット、あれ、あれどこにいるの。なんでそこにいる。なぜそこで寝ている。帰ってきなさい。うん、
よし。じゃあまあ、とりあえずみんな寝たし、今回はこの辺でじゃあ終わりますかね。うん。ちょっと今日は長くなっちゃったかな。うん。まあ何はともあれ、冬ですよ。うん。冬景色。いいじゃないですか。まあ、またね、次回これの続きやっていきたいなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。Twitter もやっています。Twitter では告知などもツイートしていますので、フォローお願いします。さらに、様々なゲーム実況を行っています。そちらも見ていただけるとありがたいです。また別の動画でお会いしましょう。